はい、こんにちは。土地のたけし農場です。今からね、草刈り機、刈り払い用の混合ガソリンを作ります。はい、でね、これもたまたま買ってしまったんですが、ボトルがね、こっちチェーンソーオイルなんですよ。で、こちらが混合オイルなんですよ。ちょっと似てるよね、色がね。ちょっとあの青っぽいオイルで、こっちのチェーンソーオイルのがね、一回り大きいんですけどね、これ1リッター入ってます。はい、これはちょっとね、よそい、ちょっと今と端、別のところを置いておきます。で、これがね、去年かな、去年の農機具のね、展示会の時に買ったんですが、丸山のね、純正の100対1で使える オイルです。で、FD グレードですね、 FD9 です。600ml 入ってますね。で、まあ昔はね、うちで草刈り機使い始まった頃っていうのはね、25対1とか30対1とかね、やはり農機具によってちょっと違ってたんですが、今はもうこのオイルには合わせてくださいっていうことです。ですから仮にね、昔のまあ25対1とか30対1とかっていう、まあそんな草刈り機もないと思うんですがに使う場合でも、このオイルメーカーがこの混合比で、使ってくださいという混合比にしてくださいっていうことでした。ですからこれ丸山の純正なんで、50対1から100対1なんですが、これで使ってくださいということでした。で、まあできれば100対1よりも50対1に近い方がいいようなことは言ってました。まあ100対1でも大丈夫ですよとは言うんですけどね、まあできれば、機械がね、長持ちするとか、焼き付きを起こさないためにはやっぱり50対1に近い方がいいっていう話をしてましたね。よこしょうか。はい、でちょっとこのオイルを入れる方にね、少し前回作ったガソリンが残ってましたんで、じゃあまず50対1で、50対1はこれ裏側ですね、私が見てる方なんですけど、はい、じゃあまずこれでオイルを入れます。まあだから手前で50対1の手前で止めるといいんかもしれないんだよね。あららら、あららら、話してる気にちょっと入れすぎましたね。よっこしょ、どうしようかな。っていうことはガソリンをちょっと増やせばいいのか。今ね、1リッター持ってきたんですが、50対1よりも倍率が下がってしまいましたね。40対1とか30対1に近い倍率になっちゃいましたね。よっしょ。これちょっとなんでね、入れすぎちゃうんだよね。止めようと思ってもね、年取ってくるとなかなか止まりません。はい、ね、ちょっと入れすぎちゃったな。正確な50対1にはなりません。少しオイルが多くなっちゃいます。ちょっとガソリン少し足しましょう。気持ち、よいしょ。ちょっと待ってくださいね、ガソリンを持ってきます。よいしょ。
はい、失礼しました。ガソリンはね、まあこの蒸気に取りすぎても戻すことできるんですが、オイルはね戻すことできないんで 250cc 追加します。そうしますと50対1よりも混合比が薄くなると思います。はい、100対1に近くなるわけだよね。まあ、50対1から100対1の間っていうことなんで、まあまあ大丈夫かなと思っております。よっこいしょ、よいしょ、ただね、このオイルジョッキの メモリとこの混合機のメモリがね、かなりこう誤差があるんで、どっちが正しいんだかもちょっと分かんないんだよねまあこの辺はご愛嬌で、まああの幅がありますんで多分大丈夫でしょう。はい、以上。はい、オイルとガソリンを混ぜます。1回までやれば大丈夫かな。もう一丁、はい、こんなもんで大丈夫でしょう。本当はね1リッター作る予定だったんですけどね、ちょっと多くなっちゃいました。まあ別に多くてもねどうってことないんで、はい、で、まあね、これを水田除草機と草刈り機に入れます。草刈り機もね新しく2サイクル、ま、去年ね丸山の2サイクル買いましたんで、そちらの方に使う予定でおります。はい、そういうことでね、混合ガソリンですね、160対1ぐらいかな、50対1よりは多分、オイルの 量が少なくなってると思います。60対1か70対1ぐらいで、大体こんなもんということで、作りました。なかなかねこれ量が少ないんで、オイルの量がね入れすぎちゃうんでね、はいはい、いつもぴったりにはなってません。はい、そういうことで、混合ガソリン作りました。はい、キュウリの収穫夕方の部ですね。はい、で A 株です。 A 株1本です。はい、これですね。で B 株いきます。で B 株はお昼の収穫でね、100本超えました。はい、じゃあカメラはこのまま動かしたままで移動します。おっと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 、上の方にあるかな。はい、ここに1本ですね。はい、B 株の種子ですね、1本。これはまだ早いな。これ後ろどうしようかな。これも早いな。明日の朝にしましょう。はい、種子は1本です。で側枝側がにも1本ありますんでね。はい、第二種子ですね。あ、
この上も取っちゃおう。第二種子、はい。これ一本。これ一本。第二種子二本ですね。で、葉っぱを2枚適用します。よっこいしょと。はい、じゃあ、夕方のね、キュウリの収穫ですね。 A 株が1本、B 株が3本ですね。はい、収穫になります。で、先ほども言いましたようにね、お昼の時点で B 株は100本を突破しました。101本だったかな。今3本取ったんで、多分104本だと思います。どうでしょう。はい、これでね、今日の農作業は終了になります。お付き合いありがとうございました。はい、田んぼのね、堀の水がね、オーバーフローして流れ出しました。やっぱりね、私が思ってた最悪のパターンに なりましたね。で、今ね、ここは私の田んぼの出入り口で撮ってるんですが、この奥の方ですね、奥の方で、どなたか咳張ってて、その咳に青緑が引っかかってね、まるっきりね、ダムになっちゃって、下流の方に水行かない状態になってました。で、同級生のね、直井くんからね、おい、たけし、お前んとこの田んぼの横の方に水あふれてるぞって言われて、慌てて来たんですけどね、来ましたら、そうですね、うちのね、田んぼの方も、これがね、うちの田んぼの、ちょうど出入り口なんですけど、この、下3分の1ぐらいのとこですかね。この辺からもう水じゃじゃ漏れです。で、だーっとこれ下まで行きまして、はい、ここがね、一番詰まってましたね。ここ私取ったんですが、ここが一番詰まっててね。こっから上が結構水ダダ漏れでしたね。はい、ちょうど半分より上がね、うちの田んぼなんですけどね。で、あまり激しく漏れますと、これこのあぜ、土でできてますので、土ごとそっくり流れちゃいます。 ですからやはり堀の水がオーバーフローするってのは良くないんだよね。で、通常オーバーフローするような設計にはなっていません。で、なんでオーバーフローするかっていうと、下流の方で咳張っちゃうからです。咳張ってピタッとね、水の流れそこで止めてしまいますと、そこから上が水深が上がっちゃってね、この堀を乗り越して水が流れるという状態になります。ここもかなりひどかったみたいですね。これは私やったのかな？他の人がやったのかもしれないね。で、この辺が一番低くなってんのかな。この辺が一番低いところかな。下がってきてまた上に上がるという道路はね。で、多分この辺から先の人はほとんど水が入んないんですよ。この 2枚ぐらいの人かな。だからこの2枚目の奥あたりで多分咳張ってたんだよね。で、それが、青緑が詰まっちゃって、まるっきりね、水が止まって、そっから上が、えらいことになったと、いうことでね、今日ね、直井くんから電話があって、30分くらいかかってね、この辺の堀の青緑掃除やったんですけどね。まあ、私の他に誰か気づいて、この辺は石、私が来た時は石上がってませんでしたから、こういう石を沈めて、ちょっとね、水をよどめて、入りやすくするっていうのはわかるんですが、この石に、青緑がね、引っかかっちゃってね、まるっきりダムになっちゃうと、そこから下水行きませんので、上流側の水位が一気に上がります。そうしますとね、
堀を乗り越してね大洪水に なります今日大洪水に なりましたんでね、はい、この辺はだいぶね泥が流れちゃってるよね、この辺広がったんじゃないかな、泥がね下の方に流れちゃいますからね。そうしますとだん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 このあぜ のり面が細くなってっちゃうんだよね、ねん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 ね、はい、そういうことで、まあね、石を張る方は青み泥をかけ引っ掛けないようにね、していただかないと上流の人がえらい迷惑です下流の人もえらい迷惑なんだけどね、上流の人もえらい迷惑なんでね、まあその辺はちょっと考えてやっていただけると非常にありがたいです。はい、そういうことでね、今日ね大洪水を起こしました。堀用水側の様子でした。はい、お付き合いありがとうございました。